だと思っちゃったな、俺。俺がそう思っちゃったのはいけないのかな。今から野球の実況しようと俺かっが油て、断しちゃったのかそうでな。すよ。はい。福本健児張りに油断してしまいまししたてよ。ましたね。はい。せやっかばくいね、な。葛西潤がこうやって蛍光と束を担いで入場してきたのに、全く我々それに触れてないというはね。い。はい。やばいですやね。ばいですよ、これ。これ、ちゃんとクライマックスに行った上で、筒香にもちゃんとホームランをがっちり取ってもらいたかったんですよね。うん。もらいたかったって、もう別に終わっいたわや、けじゃ終ないでわっすたわよ。けじゃないですから、もらいまただいんまでだこすれかよ。らですから。はい。はい。いや、まさか葛西さんも自分の入場シーンでね、はい。野球の話されてるとは思野球いもよ大らず。嫌いですからね、このあ、人そうなんは。ですか。はい。もう野へえ。球全くもって興味なくあ、て、そうなんだ。はい。僕が控え室とかで野球の話で、いやいやいや盛り上がってると、ちょっとなんか嫌な顔嫌すなるんで顔すよ。するんはい。だと。俺知らねえし、みたいな感じになるんですよね。さあ、そんな葛西潤が入場してまいりました。本日は葛西潤ビオレントジャック組ということでございあ、まそうすか、ロね。ペスのホームランで勝ったんです。全ロペスのホームラン1然、全然こっ本、ちの話聞いてないですね。はい。いや、佐々木みんさん、な、佐々い木さん大丈夫ろですか、本当いろ、に。大丈夫です、大丈夫本当でに大丈夫ですか。す。はい、一応、メーベットですよ、これ。大丈夫、大丈夫です。うん。そうです。伊藤も興味はないい、んですよ。ニコポロ旅の皆様が野球に関するコメントを流す限りはずっと野球について話しますからね、殿はね。はい。はい、メインの話してほしい場合は野球の情報を一切流さないでください。やばいなもう完全にあ。あか、と、はい。何がね、大事ってことしたの、三浦大輔の24年連続勝利がかかってるんですよ。で、僕が、前々から行くっても、チケットを取って決めてた日に、まさかの三浦大輔登板だったんです、その日が。で、三浦大輔登板のラッキーと思って、三浦大輔の24年連続勝利、白星っていう記録が更新するのではないかと、ワクワクして見に行ったら、初回からボロクソ打たれまくって、で、24年連続白星っていうのは達成できなかったんですけど、ピッチャーのくせに24年連続ヒットっていう記録が更新したんです。それすごいですね。はい。それが素晴らしいんでピッチす。ャーなのに。ピッチャーなのに24年連続でヒット打ってるんですよ。ごいですね。はい。へだから、殿がいいなら野球でもいいよ。優しい方もいますね。まあまあ、そんなこと言ってる間に、はい。修二さんが入場してまいりまして。修二さん入場しましたね。ははい。一関二高の後輩。い。はい。はい。これ、2人だけのタッグっていつ以来になるんですか、これ。覚えてないです。DDT にあ、遡え、る？違いますね。なんなら僕、これ20周年記念大会ですはいか。15周年記念大会の時も僕、石川修司とタッグ組んでるんですよ。はい。ははははい。じそゃあ、のもし時かするとは、それ以来かもわかんないですね。2だ人としきりたのら5タッ年グぶ組りんですよね。ですね。綺麗に5年ぶりですね。はい。来た、ビオレンドジャック。さあ、現在の KFC チャンピオンでございます。ビオレントはい。ジャック。なんかノリノリな感じで来ノまリしノたリでごね。ざいますね。ジャックもやっぱでかいっちゃでかいんですけど、うん。やっぱ修士と並ぶまあ、そと、りゃそうですよ。はい。おお。ノリノリですね。このベルトですよ。さあ、現在のね、このチャンピオンでございます、葛西潤からこのベルトを取ったということでごはい。ざいます。その葛西とのタッグでございます、本日。ウルトラマンと怪獣っすね、これ。ですね、本当にはね。さあ、そして最後、佐々木隆ニューヨーでございい。はい。ます。めっちゃキラキラしますよこのね。ニコプロのカメラに映るかのように、こうやって はい。のぼりを上げてる方が、はい。これリングサイド1列目でのぼりを上げるって珍しいですね、珍こしれいですね。ね。大は体い。花道ですけどもね。はい。佐藤春夫さんです。あ、先ほどの。はい。で、はい。僕がいつもお世話になってる、方ですね。はい。佐藤春夫さん。さあ、さっ入き場のし方まとす。はまあ、た別どの方こはです。別の方。ははい。い。一応、佐藤さんが多いんで。一関さん、佐藤さんが多い。はい。さあ、入場してまいりました。これは蛍光灯に何かキラキラ光るものを。なんなら、この蛍光灯、キラキラ蛍光灯を差はし入れしてくれたのも、今、のぼりを振ってた佐藤春夫さんです。はい。い。へえ。これを、ぜひ使ってくれと差し入れしてくれたんですね。蛍光灯の差し入れ。はい。しかも、ちょっと束になってるんです。で、佐久修司が持ってた束も佐はい。藤春夫さんの差し入れです。あ、なるほど。はい。じゃあ、チーム2人ちゃんと用意してくれたということですはい。はい。ね。2人で使ってくださいと。その佐藤さんの上りを上げるのはいいんですけど、その上りが邪魔で映はい。らなくなるんですけども。ちょっと怖いですね。僕かぶらないでほしいですね。はい。はい、かこぶこり、から、ほこっから。ら、おっと？隠されそうですよ。あっと！あ、か、僕らと葛西が葛かぶった！西潤が被っ葛西がた。見えない！葛西潤が見えない。これ葛西が、ロープを開けてくれて、ええ。なんかすごく普段見せない、うん。なんかこういう、ねえ、柔和笑顔な顔ね。を見せたんですよ。はい。それで僕ちょっとびっくりして、はい。で、葛西だからまたなんか余計な、なんか仕掛けてきたのかなと思ったんですけど、スムーズああいにね。う顔を見せた時点で、あ、これは罠じゃないと。うん。はい。20周年を迎えた僕に対はい。する
まあ、彼なりの経緯なのかなと思って、まあ、素直に入ったんですけど、はい、それを見事に春雄さん隠してくれましたね。隠しましたね。はい、これなかなか罰金来ませんよ、これ。引なっかな張りまかす、来ま引っせ張りん。ま引すっ張ります、ね。引っ張ります。もう石川修司そう、の石川関心ですね。修二さんが暇そうな顔してましはい。た。はもうい。ちょっと関心持ってほしいですね、先輩のやってはい。ことで。あ、2回拍手ポンポンとしましたあれ、ね。拍手じゃはないでいすよ、はもい、みはたいや。な。さあ、これだから貴重なタッグでございます。そうなんはでい。すよ。一ノ関二高二先高輩タッ後グ輩。で、あ、これ、あ、邪魔されあた。あ、しかし邪魔されました。県外者の処分的に、一ノ関二高と一ノ関二高って、何を基準に、なんていうか、どっちを選ぶってことですか。完全に一ノ関一高は、勉強できる方です。偏差値が高いのは一は高い、の方。一ノ関一高で、で、一ノ関二高は、なんか、好きなことやりたいやつが、なるほどね。結構だから、一高卒は、まあ、お堅い仕事について、二高卒は、自由人が、結構多いですね。その頃からフリーダムズだったと。はい。ああ、その一ノ関二高がね、はい。生んだ両プロレスラーですからそうです、そうです。ね。いや、しかし後輩が今、元いた団体のチャンピオンですよ、今。素晴らしいですね。ねはい。もう、僕が、もう、お前みたいなしょぼいやつなんかレスラーになれないから、やめろって、え。ね。散々怒ったやつが、そうですよ。ここまでの大物になるいとは思や、わなかったで本当すですね。よね。はい。現役の名人で勝ってチャンピオンですからはい。ね。さあ、そのお下がりください、お下がりくうるださい、いお下ってがここりにくいるんださい、だお下がりください。よ。オペコンヒーロー行きました。行くぞと普通に日本語で言っております。行くぞー、行きますねえ、まあ、本当にね、まあ、今コメントでも出てますけど、はい。ね、一ノ関二高出身2人はどちらもデスマッチで、ね、チャンピオンになったこともあああ。り、ね、そしてどちらもね、一ノ関二高対自由が丘いいですね。やりますか。佐々木隆、石川修司、武田正治、藤田ジュニアハヤト。あ、これやりますか。これができるのは多分フリーダムスだけですだけですね。ね。あ、お気をつけください。そこ思いつかなかったな。戦勝資格は記録を分けください。両戦勝方資格一記録を切りなさ切差違いですい。よね。そうですね。はい。柔道部とレスリングの違いはあれど。あ、それ面白いな。それぞれの校歌で入場したりとか。それか、勝ったら校歌が歌えるみたいなのやりますか。勝ったら校歌歌った方が面白いですね。はい、高校面白いです野球ね。みたいで。はい。そう。それいいですね。はい。学校紹介の VTR とかあったりとかして。女性のアナウンスでね。はい。一ノ関二高は。そうですね。そう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 。あ、そういうのやりたいですね。山と海に囲まれたところに校舎がございます。さあ、こちらはですね、次のね、後楽園の20周年記念大会の名イベントで、そうです当たるその前哨戦になるわけですよね。ね。まあ、本当に20周年の、ね、まあ、これは22時から来てくれて、20周年のね、カードを何するかいろいろ考えたと思うんですけはい。ど、まあ、結果的にね、今現在の最高峰に挑むという形になりますよね、後楽園のね。まあ、10周年おめでとう。はい。ああ。乾杯でございます。期待で乾杯。まあ、今のチャンピオンに挑んで、はい。それこそ、まあ、うちの最高峰ですね、はい。シングルのベルトに挑んで、また21年目以降、この団体を引っ張れる存在にという意味での、挑戦ではあったんですけど、はい。ただ、それがまさかビオレントジャックになるとは思わなかったですね。はい。まあ、本当に今ね、勢いありますからね、はい。ビオレントジャックはね。さあ、ここは攻められております。あ、そういえばですね、はい。全然また話戻っちゃうんですけど、はい。一ノ関二高の柔道部の当時の顧問、はい。僕と修二が在籍してたの当時の顧問の先生がですね、はい。実はザ・グレート・サスケの同級生なんです。あ、そうなんですか。はい。で、へえ。なんか、そうです。それで、その先生が来て、ええ。柔道部の顧問です、挨拶に来て、はい。で、どこで知り得たか、僕がプロレスファンだってことを知って、はい。ちょっと聞いていい？って言われて、あ、何すか？先生。って言ったら、ザ・グレート・サスケって知ってる？知ってると。まあ、
あ、知ってます、知ってます。岩手のプロレスラーですよね、みたいな感じで。言ったら、うん、俺、同級生なんだ。すげえ自慢げに言われて。おその頃からあんな感じだったんですかね、あの頃から、変わり者だったと。変わり者だったと。はい、変わり者だったと。変わり者以外の何者でもない。その頃から西暦3000年まで見えてるとか。マスターとしての、なんかそういう、なんですか、素質はやっぱりあったんですね。あったんだ。へぇー、まあ。その先生も今どこで何やってるか全く僕は知らないですけど。あ、そうなんですか。はい。この人が来てくれればよかったのにね。園田先生。園田先生。はい、園田先生。園田先生、この番組見たら、はい、フリーダムまでご連絡ください。ご連絡ください。はい。はい。蛍光灯ラーダーの上にブレンバスターを狙います、狙います、狙います。ジャックのパワーが半端ないんですよね。うん、体でかいですからね。さあ、今度は、佐々木隆史がブレンバスター、すごい。あまり傾向が粉々に砕けました。そしてここで石川慎吾、久々にデスマッチですね、慎吾さんもね。そうですね、最近全然やってなかったですよ。はい、第2位でエクストロームの方に来ておりますので。おお、笠井純太、石川慎吾、でかいっすね、やっぱりね。こうやって見るとやっぱでかいっすね、慎吾さんね。めちゃめちゃでかいっすね。これで柔道部の時は65キロぐらいしかなかったですからね。それが信じられないですよね。このタッパで。このタッパで65キロってどんな体だってなるじゃないですか。はい、物星座みたいな形ですね。この間、そう話聞いたら、高校卒業して二十歳を過ぎて数年はまだ身長伸びたらしいですね。ああ、言ってましたね、はい。で、俺はこのまま伸びまくって止まらなくなるんじゃないかってやっぱ不安だったらしいですね。そういう恐怖ってちょっと僕らじゃわからない、ね。わからないですよね、本当にね。だからもう本当に伸びに伸びて10メートルぐらい行っちゃうんじゃないかなって。本当に。言ってほしかったですね。言ってほしかったですけどね。プロレスラーになったからそれが生かされてるけど、プロレスラーにならなかったら全く長身っていうのは何の役にも立たないどころか、むしろその方ね、ない方がいいというようなことを本人は言っておりました。この日もタクシーで会場に入りしたんですけど、タクシーに乗ってるシュージがもう完全になんか動物園のゴリラみたいですよね。車からもうほんとはみ出そうになってて。漫画でよくある、はい、車から体がはみ出てるような感じ、はい、はいはいはい、かわいそうなぐらいもうこんななって乗ってましたよ。だから背が高いのは180台までだって言ってましたね。190を超えるとそれは無駄でしかないと、一般的にはプロレスラーだからそれは武器になるけど、はい、言ってましたね。高校の時代で180ぐらいあったってことですね。いや、高校入学の時点でも190ありました、ね、あ、入学で190あったんですか、はい。へぇー。新入部員の石川修二です、みたいな感じで、自己紹介されて、その時からもうでかいけどもヒョロヒョロだったんで、すげえやつ来たなと思って。でもそんな修二もですね、まあ、僕を追いかけてくるように DDT に入って、でそこから何年かして、まあ、ちょっと飲みに行こうぜって誘って、はい、まあ、湘南夏合宿という名の、江ノ島での海水浴が毎年繰り広げられるんですけど、はい、そんな時にその夏合宿、海で遊ぶ前日夜ですね、前日からも泊まりに来てて、その時に一緒に酒飲みながら、修二、実はなと、はい、俺、DDT やめようと思ってんだって、相談をした時に、もう、まあ、酔ってたのもあったんでしょうけど、居酒屋で、号泣しやがって、この図体で。この巨体で。巨体で。巨体で泣くと目立ちますよね。巨体で号泣した上に、まあ、酔ってるのもあって、はい、もう完全に潰れ上がりましてですね。もう一番めんどくさいパターンになりまして。大きい人潰れるとちょっと困っちゃいますよね。大きい人の泣き情報の上に潰れるっていう。うん、で、そのまま、もう、でも僕のね、ためにこう、泣いてくれる後輩がちょっと、まあ、まあ、でかいけど、なんか、ちょっと可愛いなと思うんですね。そんな潰れちゃったんで、まあ、ほっとくわけにいかないなと思って、とりあえずタクシーに無理やり詰め込んで、よく詰め込みました。で、僕の、まあ、マンションまで連れて帰って、はい、で、タクシー降りたんですけど、はい、やっぱ、立てないんですよ。はい、酔っ払って潰れて、はい、もう、マンションのゴミ捨て場に放置しましたからね。ゴミとして置いといた。はい。はぁー。そのまま2時間ぐらい放置して、で、
僕またその時確かに工藤も一緒だったんですよ、工藤も一緒だったんで工藤とまたちょっと別で遊びに行って、はい、2時間ぐらいして戻ってきたら、はい、ゴミ捨て場にまだ寝てましたからね。それ多分粗大ゴミだから持ってこ行けなかったですね、はい、今日の曜日は粗大ゴミじゃありませんってやつですね、はい、はい、なるほど。そんなゴミ捨て場に放置された人間が今やチャンピオンですからね、はい、そんなやつが今両国メインを張るチャンピオン。そうですよ、そうですよ。危なくそのままゴミになるところでしたからね。それでね、清掃車に持って行かれたらね、両国のメインはなかったんですよね。はい、今もスクラップになってるわけですよね。その2人がタッグを組んで20周年の来社をやってるわけですから。この2人初タッグの割にはめちゃめちゃコンビネーションいいですね。ここは戦いやってね、通じ合うのがあったんですけど。高校生の時の付き合いの僕らよりもよっぽど連携いいですね、うん、先ほどから連携らしい連携はバキューしかなかったですね、はい、もうちょっとこれ一ノ関コンビなんとかしてほしいですけども。さあ頑張れ、地元なんだ、頑張れ、しっかりしろ。おほう、着地しました。あはー、ハイキックいった。いや本当連携取れてますね、はい、笠井純は。おお、重たい。やっぱりその凶器を使う攻撃以外のね、はい、ものがちゃんとできてるんですよね。あ、着地出ました。これ巨大ヘリコプターテリーファンク、テリーファンク、でっかいテリーファンク、ジャイアントテリーファンクあ、バカですね。あ、今のは一ノ関一高出身だったらあれはないですよね。ないですね。なかったですよ、ね、なんで渡しちゃったんですかね。二高だからこそも、やってしまったことですね。一高卒はあんなことしないですね。しません。先ほどの柔道の顧問の先生と、はい、ザ・グレートファッカーが出てる両方だったと思うんですけど、はい、そこも偏差値高いんですって。ああ、そうですね、はい、実はマスターめちゃくちゃ偏差値の高いところに出身なんですけど、はい、そしたら穴火になっちゃったという、はい、まあ天才となんちゃらは紙一重ですからね、はいはい、ここから高いところからパールハーバー。ああ、照明が映えますね。映えますね、はい、パールハーバー。さあ、ビオランティジャックがホール行く。間違えた。しかし、カット。ジャイアントカット。この照明は、アクトディバイスさんっていう、盛岡にある照明さんがですね、業者の名前をちゃんと。毎年、もう、高橋さんの凱旋があると、毎年、格安で照明を貸してくれるんですよ、これ。去年はね、あの照明があった頃、はい、そうね、その天竜さん、映えましたね、やっぱり。映えましたね。おはおー、ラリアット。それは、修士に力負けしてないそうですよね。さあ、佐々木隆を捕まえて。声援とかする少年がいますね、一人で。行け！ああ、ガットショット。まずい。そう、リフトアップ、そのまま山折り。お、弾んだ。多分リフトアップされたのは初めてかもしれないですね。あんな風に上げられたことないですね、うん、さあ首をかけて、そしたらパッケージドライバー狙い。パッケージ食らったらもう終わりますね。まずいです。はい。よっしゃー。ハイキックでグラつかせ。ジャーマンスープレックス。おお、今のよく見てましたね。右腕を炸裂させます。ワン、ツー。さあ、ここは攻めどころです。お、何やるか。さあ、あの佐々木選手がトップロープに登りましたよ。登りましたね、珍しいですよね。はい、はい、この間の、この間の新木場大会で、はい、葛西のゴーグルに見立てて水中メガネをして、パールハーバーみたいなのをやったんですよ、それちょっと調子に乗って、はい、もう一回スプラッシュやろうかなと思ったらこんな感じです。カットされちゃいましたね、はい、多分慣れないことだと思った。うわー、アナリスクブレンバスター、しかも
トップが破片が。よっしゃいけー、もうこれをやり返す。よく高さから落とされてやり返しますね。おお、ニーリフト。ワンで返す。ワン。ウノで返しました。ウノで。さあこれが差し入れ。さあ佐藤春夫さんが手作りの銀紙取っちゃった。せっかく巻いてくれたので取っちゃったじゃないですか。普通の蛍光とたばになっちゃったじゃないですか。銀紙巻いてたらなんかバッシャーンっていかないかなと思って。ああ。重たい。重たい。D ガイスト。D ガイスト。ボール。カウツー。差し入れされた蛍光とたまに一つは使ってしまいました。そしてもう一つ、もう一個あるぞ。さあこちらキラキラした方、キラキラバージョンはもうメンバーが取らない、取らない。あ、キラキラじゃない、リボンバージョンですね。リボンバージョンというのがあったんですね、はい、さあこれは右足、えぐ、これでスリーカウントですよ。現チャンピオンから3カウントダッシュ。勝ちました。15分32秒、右足ウィズ蛍光灯からフォール勝ちというわけでございますね。はい。差し入れしていただいた蛍光灯で勝利を握ると。ハローさんも嬉しかったですね。これはハローさん嬉しいでしょうね。はい。ハローさんこれ見てくれてるかな、ハローさん。ハローさん、ニコプロ入ってるかな、はい、ちょっと聞いてみますね。540円だから入ってくださいよ、ハローさん。蛍光灯よりも安いですか。そうですね、はい、蛍光灯より安い番組ってどうだった。さすがハローさんだ。ハローさんがやっぱ2つくれたからですね。そうですね、はい、1個しかなかったらもう D ガイスト返されても終わってた、終わってましたからね、はい、まあこうやってですね、20周年記念大会、故郷での20周年記念大会を勝利で飾った、しかもパートナーがね、後輩の石川修司と、はい、この上ないね形でございますね、はい、抱き合ってなおさらデカさを感じるみたいな感じですね。今背伸びしてましたもんね、はい、いやしかし大きな足さん、やっぱこうやって見ると、まあけどこれ葛西潤ビオレントジャックに勝ったっていうのはね、はい、これはいい、前王者現王者ですからね。そうですよね、はい、そこに勝ったというわけでございますので、これは非常に貴重な一勝でございます、はい、右足ウィズ春尾蛍光灯、春尾蛍光灯ですね、はい、